い、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、佐野平子です。さあ本日なんですが、超戦士カオスソルジャー来ましたね。やっと来てくれましたね、カオで、ありがとう。あのなんでか知んないけど、これスキルで実装されてましてね、このツインテールお化け、これツインテールお化けめっちゃ強いんですよ。これはなんかやっとカードで今回パックで実装になったんで、これはさすがに強いです。はい、さすがに強い。でこれどういう効果を持ってるかっていうと、まあすでにご存知の方も多いと思うんですが、一応説明をします。挑戦者の儀式により降臨、あ、もちろん挑戦者の儀式じゃなくてね、挑戦者の方がとか、あと行動儀式とかでも降臨できますけど、自分は挑戦者カオスソルジャーは一旦自動しか即死はできない。このカードが戦闘で相手モンスターを破壊すると、そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手のライフに与える。まあこれ本当はね、半分じゃないんだけど、これさすがに強いということで、半分にされました、リンクスでは。で、このカードが戦闘または相手の効果で破壊されて墓地を置かれたら、自分の手札デッキ墓地から暗黒騎士がやモンスターを1体選んで特殊が見てるよっていう効果が思っていますと。後続を確保できるっていう感じですね。まあちょっとこの2番の効果は今回ちょっとデッキの中 のギミックの都合上入ってなくて、今回はこいつをパーフェクトカオスソルジャーとして降臨させ、分からしていくっていう、そういうデッキですね。はい、もうとてもね単純、デッキの中のギミックは。あ、ちなみに新しいスキルが追加されまして、なんか儀式の使い手のなんかその挑戦士版みたいなやつ、あっちのスキルはね効果1回しか使えないとかいうクソみたいなテキストが書いてあるんで、あれ弱いです多分。はい、あれ弱いんで、新スキルもう取んなくていいレベルです。なので、この儀式の使い手っていうこのスキルを使いましょう皆さんね。これ1000ライフ払うと儀式モンスターか儀式魔法をサーチできるっていうことで、まあ結局儀式なんて事故るん でしかもなんかリンクスにはマンジュとかリベリチャルとかそういう系のなんかサーチ系のカードがないんですよ一切。なんかいつまで儀式のサポートよこさねえんだと思って、普通に切れてるんですけど、普通にイラッと来てるんですけど、まあ、これがないので、このスキルで介護していくっていう感じですね。で、まあ、コズミックサイクロンで相手のバックを除去して、まあ、儀式魔法か儀式モンスターを持ってくるっていう、この動きが一番強いです。なんでかっていうと、スキルで頼んなくても、こいつが出ればめっちゃ強いから、こいつを出すことに全力をかければいいんですよ、基本的に。で、どうやって出していくかっていうと、ホーガですね。ホーガ、これが一番強いです。これが一番強い。カオスロジャー、これが一番強い。で、これで、なんか、海白とか、クリムゾンフォックスとか、これ懐かしいですね。クリムゾンフォックスとか、あと、酔い闇とか、この辺のモンスターを墓地を送ってが出していく。もしくは、今回、防御札としても入ってるんだけど、アーティファクトバジュラっていうモンスター、これ光属性のレベル5なんで、光属性のレベル5と、闇属性レベル3、デモリシャーですね。これで儀式していくと。デモリシャーはね、これ巻き込むと、儀式モンスターが効果の対象にならないっていう、このテキストがあるんですよ。これめっちゃ強いんで、環境的に。なんで、これと、これで儀式していくっていうこともできるように入ってますと。あとはね、これでライフ調整もできるように入ってます。防御だとしてはね。このデッキ、マジで先行やることないんですよ。本当に。先行、まあ、ちょっとデモリッシャー巻き込んで、挑戦士出すぐらいはやってもいいかもしれないけど、やっぱさすがに開脈したいんだよね。開脈酔い闇とか開脈、クリムゾンとかしたいので、入ってますっていう感じですね。で、あとは、混沌の使者っていう最強モンスターで、打点を上げて、ぶん殴っていくと、4500までいきますから、はい、最強です。はい。というわけで、早速ね、挑戦士カオスソルジャーのパワーをお見舞いしていくぜ。デュエルスタンバイ。コズミックサイクルの星、素晴らしいキャラゲーを見た。これはキャラゲーなのか。果たして混沌ビートは正しいスタンドですか。いや、間違ったスタンドではありますね。基本的に間違ってるんですけど、今のはちょっと波紋のバリアケアをするためにアースルしかありませんでした。アセルスさん、お疲れ。手札から墓穴の道連れ、何俺様の混沌の使者を。まあでもこれどっち送られても別にいいや。これ別にどれ送られても別にいいです。俺は墓穴の道連れはお互いのプレイヤーをそれぞれ1枚手札選んで確認して墓地を暮らせという効果。あ、ブラウですね。はいはい。混沌の使者さんが、僕の混沌の使者さんが、あ、いらないカード来た。はいはいはい。お前だけドローするのずるいぞ。お前だけドローするのずるいぞ。手札からフィールドマン、ああ発動フィールドマン、はいはい、もんね、オッケー、ノン効果、はい、リベンジャーを除外してスノー、はいはい、でスノー君の効果によって暗黒界のをサーチしながらドローができる。さあスノーの方から何がドローされるんだ。回ってんね。ただなんか回すの慣れてないのか知んないけど、なんかめちゃくちゃ遅いね。ランクスだったらすぐサレンダーしてる。ランクスだったらこれサレンダーして次いきますね。
あの回し慣れてる人の暗黒会はめちゃくちゃ早くていいんですけど、回し慣れてない人の暗黒会めっちゃ遅いってないですか。リバースカードオープン。あ、援軍来た。これ墓地から蘇生だっけ。墓地蘇生、墓地蘇生して悪魔族捨てる。はい、モンスターを特殊召喚。モンスター効果、はいはい、グラファー、お強い、それは強い。さあグラファーも出てくる。いやこれ分からせて、これマジで分からせて。はい、いいでよ。はい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 、はいはいはい、強い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 よ、今のところ強い。ダメに、おし、コズミック一発で分からせられる。コズミック、ふん、はい神へはい神へはい神へ、ほいほい、はい、混沌の場でカオスソルジャー持ってくれ。いやこれは本当に高校を取ったお前が悪い。スキル発動を、あ、でも4000は超えられないのか。4000を超える手段は、あ、大丈夫だ、4000超えられるわ。神やった。儀式の使い手発動、儀式の使い手によってカオスフィールドをデッキに戻し、儀式魔法をサーチさせてもらうぜ。そして挑戦士のホーガーを発動。挑戦士のホーガーにより俺は手札に存在するクリムゾンフォックスとデッキの開闢の騎士を墓地の送り、儀式召喚、現れろ挑戦士カオスソルジャー。そしてムーンライトクリムゾンフォックスのモンスター効果を発動。お前のモンスターの攻撃力はターン終了時までゼロにさせてもらうぜ。楽しいデュエルだったぜ、バトルフェイス。いけ挑戦士カオスソルジャーの攻撃、スーパーハイパーアルティメットカオスブレード、うおモンスター効果発動、うおバッ、カイベガロクシの効果も発動するぜ、うおもう1連打が可能、さらに1350のバンダメージ、うお対戦ありがとうございました。アーティファクトです。コストの結果が見合ってね。あ、うん、いやこれ高校でバチュラーいらないんだよな。まあ、コスミックサイクロン1枚引いたところでこれまだ儀式できないんで微妙っすね。まあいいや、ちょっとバチュラーでお茶濁しまくろ。モンスターを伏せるぜ。はい、モンスターを伏せる。俺のターン、大丈夫か。カードを引くぜ。おっと、ちょっと強いな。セットするぜ。カードを伏せるぜ。ターンを終了するぜ。ターンエンドだ。全力で戦うぜ。俺のターン。さあ相手のデッキはなんだ。これは新しいスキルでも持ってきたか。モンスターをセット、モンスターをセット、あ、ターンエンド、なんだこいつ、俺のターンだおい、エレー消極的だな。ちょ早く殴ってくれ。ターンエンド、殴ってくんないと俺はやることがねえ。戦うぜ、俺のターン、ドロー、モンスター効果、あ、ストールだあ、強い。はい、人参とリーフ、はい、オーク、スプラウト、スプラウト、なるほど、スプラウト、スプラウト、オッケー。まあ、このコスミックサイクルは別にいいや。一発1000受けましょう。一発1000受けて分からせるスタイルで。キノコセットは強いね。まあ、キノコはね、あの挑戦士カオスロジャーで除外してあげればあまり関係ないんで。モンスター効果、はい、リーフさんね、リーフさん効果で、あ、もうソロ邪魔だからぶっ破すると、はいはい、モンスター効果で、スプラウト効果、はい、でスプラウト効果で、墓地からレベルを操作して出てきます。はい、レベル1から8になって出てきます、墓地からね。さあ考えております。まあバチュラがあるんで死にはしないでしょ、さすがに。バチュラは別に単位しないんで、2回出せるんで、まあ、死にはしないと思います、たぶんさすがに。モンスター効果発動、はい、です。こいつは、レベル1のモンスターを出来た特殊化なんで、まあ、コピープラントとかがよく出てきますね。コピープラントとか、まあ、あの自身も出せるんで、ちなみに自身を特殊召喚する、あ、このチェーンも組むと、あと大丈夫か、スプラウト組むは、これこっちからチェーン組んじゃうと、スプラウトの効果発動できないんだが、まあいいや。はい、で、ニンジンくんね、はい、ニンジンくん反転。で、ゴシンクロ。アレマデスはきつい。モンスター、リーフ、はい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 。で、リーフ効果。はい、バララバー持ちる。死にならないとその場その場で考えること多くて死にそう。まあ確かにね、それはあるね。モンスター効果、はい、人参くんいいでしょう。はい、よっしゃ、はい、オッケー。モンスターを特殊バトル、バトル、なるほど。モンスターでダイレクトアタック、一発は
受けますか。一発は受けて、一発受けてから次の攻撃でバジラ出そう。はい、2100。さあ次ディスティニードロケア。おっと、相手ディスティニードロケアしてきたぞ。弱っ。いや、どんだけ弱い、まあ、ふざけんなよマジでこいつ。いや、ふざけんなよこれ。あ、スキル発動して、あ、これもう強引に行くか。スキル発動して、これってさ、単一制限あんの？ないね、ないね。ないね、ターン制限ないね。クリムゾンフォックス、からの、まずモンスターカード持ってくる。はい、強引に動きまーす。はい、コスミックサイクルの発動。はい、除外。はい、スキル発動。あまりの強引さに全員脱帽してることでしょう。はい、魔法カード。はい、行きまーす。挑戦士のホーガを発動。手札から儀式魔法発動。挑戦士のホーガにより俺は、手札の闇属性モンスターと、あ、光属性モンスターとデッキの闇属性モンスターで儀式召喚。現れろ挑戦士カオスソルジャー。儀式召喚。そして墓地に送られたムーンライトクリムゾンフォックスのモンスター効果を発動。お前のモンスターは攻撃力をゼロにさせてもらうぜ。そして挑戦士カオストロジャーのモンスター効果、開闢6種の効果をコピーし、コピーというか付与された効果を使い、お前の人参はゲームから除外させてもらう。バトルフェイス、行くぜ。挑戦士カオストロジャーでお前のクソザコナメクジを攻撃。ダメしていいすか。混沌の使者の効果を発動。挑戦士カオストロジャーの攻撃力は1500アップする。いけ、スーパーカオスプレード。うおー、モンスター効果発動。うおー効果発動。うおー、おらー、根性貫通。対戦ありがとうございました。やっぱり遊戯は強いぜ。俺の勝ちだ。神ゲーだ。このゲームはやはり神ゲー。俺君に勝って。さあ、お相手の方、お、相棒。手札から相棒じゃねえか。なんだこれ、ガイアか、それとも挑戦士か。今この段階だったら挑戦士とかいう話はあるぞ。カードをセット。やることねえ。お祈りターンエンド。いや、先行マジやることないんだってこのビッキー。フィールド魔法。あ、コントの間無理無理。コズミックサイクロン発動。コズミックサイクロンの効果によるフィールド魔法を除外し、サーチはさせないぜ。はい、サーチだねー。よしよし、事故ってろ事故ってろ事故ってろ。俺よし。俺のターン。よし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 、いいぞ。いや、もうこれ行くしかねえか。これさすがに、さすがにこのタイミングで儀式をしていくしかねえ。儀式の使い手、表遊戯って儀式の使い手ねえよな。表遊戯は儀式の使い手がねえ。多分新しいスキルじゃねえかこれ。新しいスキルと見た俺は。つまりカオストロジャーをサーチできない場合、相手は何もできねえ。行くぜ挑戦士カオストロジャー。こっちのスキルの方が強いっていうことを見せてやるぜ。カード1枚セット、バトル、行け。挑戦士カオストロジャーでダイレクトアタック。なんかある。うえー、うぜえ。うぜえ。カオスフィールドになんでさ、なんか走破するガイアみたいな効果ついてねえんだよ。チキショー、無理ー無理無理。ダメ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 、絶対ダメ、絶対にサーチさせない、絶対にサーチさせない。決して負けるわ。はい、俺はこのカードを信じるぜ。ドロー。スキル発動する必要ねえな。セット、バトルフェイズだ。いけ、挑戦士カオスソルジャーでダイレクトアタック。うぜえうぜえうぜえ、このデッキどんだけクリボール入ってんだよ。守ってるだけじゃ勝てないぜ。相棒相棒、もう一回、もう一回混沌の場を押してほしかったぜ。デモリッシャービートしよう。デモリッシャー召喚、攻撃表示変更、カオスフィールド発動、アンポルキアでダイレクトアタックしていくぜ。
クリボール、ちょっとクリボール本当やめて、クリボール本当にやめて、おいこれが最強デッキ、超戦士カオスソルジャー、コズミックサイクロンゲー。